TBS ラジオ伊集院光とラジオと尾崎世界観とおはようございます普段絶対起きていない時間なのでしかも生放送いということでどんな話ができるか自分でも本当に予想がつかないのですごく楽しみですよろしくお願いします TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻は10時になりました改めましてこんにちは伊集院光ですこんにちはアシスタントの新井キですあのーアクションをなさってたのではいはい去年までか去年まで TBS ラジオでアクション、うん、えのパーソナリティをなさってたんでであとしかもお崎世界観ですってご挨拶されるともう世界観って名前なのって引っかかるじゃないですか <laughs> ね存じ上げてるんですけど、うん、音楽が全然疎いんでうん、うん、僕この クリープハイプ。はい。パイプだと今日の今日までもそう。<laughs> こういうの多いんですよ。あの、クリーピーナッツもクリスピーナッツだと思ってたし。<laughs> 雑なんですよね。なんかこういうカタカナ、もう、おじいちゃん何が。 えー、子供電話相談室でお兄ちゃんでも、完全におじいちゃんですよね。でもすごいのが、うん、あのー、小説家でもあるということで、はいえー、最新の小説、面影、うん、芥川賞の候補作に選ばれてて、うんうん、あさって1月20日水曜日に芥川賞発表。<わ>こんなラジオ出てる場合じゃないよね。 確かかに今どんんんななな心境なんだろうなんかね,ね<ー>さあこのあとロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さん登場です伊集院光とラジオとゲストとこの時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします伊集院光とラジオとゲストとここからはゲストを迎えして ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、尾崎世界観さんは、1984年生まれ、東京都出身、現在36歳。2001年結成のロックバンド、クリープハイプのボーカル、ギターを担当。2012年、アルバム、死ぬまで一生愛されてると思ってたよでメジャーデビューを果たすと、 以来、寝癖や108円の声など、数々のヒット曲を生み出してきました。2016年には初小説となる、ゆうすけを出版。最新の小説、おもかげは、現在、芥川賞の候補作に選出されています。近年は執筆活動でも注目されている、ロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さんが本日のゲストです。 ということで、スタジオには、尾崎世界観さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう何度もそんなこと喋ってるよって言われそうなんですけど、はい、尾崎世界観っていう名前。はい、普通絶対名前につけませんよね、よね世界観。はい、これは、いつなぜですかこれは、二、十歳ぐらいの時につけたんですけど、はい、なんかライブハウスでよく出番終わった後に、いや、世界観あってよかったねって言われ続けて、 多分この人よくわかんないから言ってるなと思って、その。はいはい、<laughs> 評価できないから、とりあえずなんか言っとけばいいと思って言われてる気がして、はい、名前にしたら言われないだろうと思って名前にしたんですけど、はい<え>。<laughs> ひねくれた理由ですそうそうそう、はい。バカにしてるんですよ、ずっと。<laughs> でも最近も結構使われてる言葉じゃないですか。はい、早くこの言葉消えないかなってずっと思ってるんですけど。えー、いや、確かになんか、あの、世界観良かったよって言われると、はいうん なんかねん、具体的にはないわけみたいなとこに、ちょっと褒めてもらってるんだから、素直にしてないはい,いいんですけど。いや、なんかちょっと気になるんですよね。同じ人種だから少しわかります、それは。<laughs> なんか引っかかるよな、ね。そうか、そこでつけちゃえば、ダジャレになっちゃうっていうか、なっちゃう、ちょっと抵抗するじゃないですか。本名についちゃう、うね、名前についちゃうと、はい、世界観良かったよ変、変な感じになっちゃうかってなって、何か違うことを、 よくなんかインタビューとかでも、いや、本当に独特な世界でって、あ、これ絶対止めたなっていう感じ世界観って言いづらいから、世界で止めてるなっていうこともよくありますね。まんまとお前今、まんまとお前今引っ込めたな、みたいな。そうですねそれすごい思いますね。それと、さらに、それも何度もなんでしょうけど、さっきも言ったな、クリープハイプ。はい。俺、クリープパイプだと思ってたんですあ、すごい多いですね。はい。絶対多いですよね。絶対多いです。どうしてます転生してます もうそれで全然いい、いいです。もうパイ、パイプまではセーフですね。パイプでいいです。俺、あの、何歳ぐらいの時かな、武田哲也さんが、ラジオよく聞いてるよ、君はいいよって言ってくれて、伊集院光くん、伊集院光くんってずっと言われて、聞いてないじゃん。聞いてないじゃんってなって、あの、ついこの間、あの、え、その時嫌でしたっていう話を武田哲也さんに生でしたんだけど、ねもう、もう、 もう、いいですか流しで大丈夫ですかパイプ全然もうパイプで大丈夫パイプずってんなこの人みたいな。パイプまで来ていただけたらもう本当は、こっちから迎えに行きます。なるほど。パイプのどういうことだこっちから迎えに行何歳の時に結成したバンドなんでバンド、僕18の頃からやってはいるんですけど、今のメンバーになっては10年ぐらいですね。はい。はい。もう何回もメンバー変わっていて。え、最初はどんな感じの人たちで集まったんですか最初は地元の友達同士でやって。 って言いましたね。はい。はい。そこからもう何回も変わり続けて。<laughs> これ本当ですか一時一人だったんですかあ、そう、一人でしたね。どんな感じそれどんな感じメンバーがライブの時に来なかったんですよ、会場に。お<ー>はい。で、ずっと待ってて。はい。で、来ると思うので待ってくださいって言い続けたんですけど、結局、ライブに来てくれなくて。はい。そこから一人でしたね、ずっと。ほ<ー>なんかちょっと前のライブの打ち上げの時とかから空気がおかしくて、これなんか会話ないなと思ってて、 で、次のライブの時まで何にも連絡も取らずに、まあライブには来るだろうと思ったら来なかったっていうのがありましたね。へえ<ー>。へ<ー>なんかお笑い、僕は一人でずっと活動してますけど、はい、あの、コンビ組んでるお笑いが終わる時も、ネタ合わせに来なかったみたいな。<ー>ネタ作りの日に現れなかったみたいな。<ー>結構聞きますけどはい、はい、あ、そうですかいや。そ、そんな感じですね。<ー>はい。寂しかったですね、あれ。今は何、何人の今は4人ですね。ここは割と長いんですか ?4 人になってから。4人になってから十十10年ぐらいですね、今。 はい。で、も聞きたいこと大渋滞してるんですけど。はい、そもそも、なんていうんですかね。アーティストになりた、音楽で行きたかったのか、ものを書くことで行きたかったの、どっちなん音楽ですね。はい。<ー>音楽やりながら、たまになんか、あの、チラシのちょっと下、余った場所に文章を書いたりしてたんですけど、うん、まあ基本的には音楽でやっていきたいと思ってました。それは作詞っていうことそもそもそうですね。あの、曲作って歌詞を書くっていうところまでだったんですけど、はい。 だんだん、あの、メジャーデビューした後に、音楽雑誌の連載とかが始まって、はいはい、ちょっと調子に乗って、書ける。けぞ、と思,ぞっ思ったんですけど、はい、全然その、ミュージシャンとして書いてるレベルだっていうのを自分で勘違いしてましたね。いや、でも勘違いも何も、だって結果的に今、まさにそ。そうですね。でも、だいぶ時間がかかって、もうちょっとずつ修正していって、最初もう、一回挫折した時にやめようと思ったんです、もう書くのは。<う>でもやっぱ悔しくて、これここで終わったらちょっと情けないなと思って。 書き続けて、ここまで来れましたね。芥川賞の候補って、どんな気持ちですか、はい、でももう、あの、甲子園に出れたって出場が決まったっていう。いやいや本,当本当そうなんです。はい、本当そうなんですよ。取、はい、っちゃう人がいるから、なんか、はいあ、惜しかったってコメントとかなるじゃないですか。はい、全然惜しくないですね。ここ出ちゃえば。はい プロフィールに芥川賞の候補に、最終候補に残ったって書いてあったら、はい、もう十、十二分ですよね。そうですね。あと、M1 もその最下位の人、ちょっと馬鹿にされたりするじゃないですか。おかしいですよ。おかしいですよね。よね世の中で何番、8番目ぐらいに面白いんですよ。あん何千,、はい、と何千人って言って、何千組ってあって、ちょっと変ですけどね。そうですね。だからもう、あの、予選、東京と予選を勝ち抜いたんで、あの楽しく、1回戦で散っても、 あの、元気にプレイしたいなって思ってますね、今。あのー、<laughs> 最初どんな感じで連絡来るんですか電話がかかってくるっていうのを言われてたんですよ。この日までに来ますよって言われていて、はい、でもその日までに来なくてすごい落ち込んだんですね。それで、まあ、編集の方にもちょっと無理でした。また挑戦させてくださいって言ったら、他のところにも来てないっぽいから、もう月曜まで待ってみましょうってことで。そんな雑な感じなのあ、そうです、そうです。はい。 その一、一歩手前の最終候補には残ってるわけ。候補の候補まで残っててっ。あ、でもそ、それもすらもないですね。一応、文芸史に載ったから、あの、エントリーをされてるはずだっていうのはあるんですかそんな感じなんですかそうです、そうです。はい。あ僕の中では、もう、純血的なやつ、純血的なやつに、もう残ってるから、その日待っててみたいな。えもう決勝にすごい、あの、予選の決勝にい、いろんな人がいるって感じですね。 あ横並びなんです横並びなんですそれじゃあ、その、来ないっていうことに関しても、はい、それほどでもないわけですよ、じゃあ。でも、すごい意識はしてたんですけど、そうですね、あの、ずっと待ってて、<う>で、その月曜日を迎えて、はい、やっぱ夕方まで来なかったんで、もう怖くなって、あの、使ってない部屋に iPhone を置いて、絶対振動しないように服の上に被せて、<laughs> で、逃げてたんですけど、見なければまだ終わってないと思って。<laughs> なるほど。野球僕好きで、野球、その、 9回裏2アウトとかで負けてる時にも、わざと消したりするんですよ。見なければ終わってないってことで。それをやってて、でも仕事行かなきゃいけなかったんで、見た時に着信が来てましたね。うわすげえな、でもなで、いよいよですよね。いよいよこっから1作ですよね。何作ぐらい候補ってあるんですか ?5 作ですね。5作候補になった時に、他ののあらすじを知ったりとか、他の作、 かを調べたりするんですかあ、すごい調べてますね。で、ど、どんな感じなんですかいや、もう、すごい、これだろうなっていうの僕は僕ありますね。これが多分、は <laughs> これだろう、これだろうながありますかはい。なんかこれが取りそうだなっていうのはあるんですけど。言っときます。なん、なんですいやいや、ちょっと、<の>ちょっと待ってください。ちょ、これは、はい。え、でも、どっちに転んでもいいじゃないですか。それが取っても取らなくても、はい。いやらしい感じはしなくないですかいや、でも、ちょっと、悔しくても、口にも出したくないああ、ね、<laughs> そっか そ,それはわかる。あ、そ、同じ性格ですなんか言ったら、おあの、なんか、不祥事を起こさないかなって思ってるんですけどね。<laughs> あと2日。<laughs> 本当に、早く。<laughs> 俺すごい今のすごくかっこいいと思ったのは、はい、えっと、よくインタビューとかでライバル誰ですかとか、嫉妬してる人誰ですかって聞かれますけど、はい、本当に今、ナウの人言えないですよね、そんなの。そうですね、言えないですね。そうなら<分>ない。今、今ここで、その人の名前言えないのは、なんか、 つまずけばいいと思ってしまってるから言えないんですよね。うち <laughs> のめたさもある。うち、はい、のめたさもあって。まして、今のもうセットになっちゃうともう言えないです、ね。そうですね。もう絶対言えないです。そう,そうなんですよね。なんかこう小説書くときに、はい、こう題材にすることとかってどんなことなんですか題材にすること、そうですね。でもそこが難しいですね。音楽、曲を作るときで言うと、もう短いので、うん、もう簡単な題材でこれだって決めたらそれで書き切れてしまうんですけど、小説になる、なると、 だいぶ長いから、かなり揺らぎますね。これで本当にいいのかなっていう。一回この、わからなくなる瞬間がありますね。この題材でありかな。で、何個か題材が欲しくなったりもするんですよ。そうなると、物語がブレるので、今回に関しては、その、影っていうもの。面影って言うと、お母さんの影を題材にして書いたんですけど、これだけで、 150枚書ききれるかなっていうのはかなり何回も不安になりましたね。いや、思うんですけど、僕も本当に子供レベルで、はいえっと、少年レベルで小説書けるかな書いてみたいなと思ったことあるんですけど、はい、なんか途中で不安になってくるじゃないですかこれってお面白いのかな,な面白くないのかなとか、はい、あれずいぶんここまで書いてきたけれども、うんと展開しねえなとか。思いますね。なんか本当につまらないものをかなり時間かけてやってるんじゃないかっていう。 不安とは常に戦ってましたね。でも何度も自分で読んじゃうと、自分だからもうこれが面白いのかどうかわかんなか、はいわか,かんないですね。そういう時どうするんですかいや、もう、その編集者の方に読んでもらって、うん、で、なんとか褒めてもらって、<laughs> <laughs> 褒めてくれ褒めてくれと思いながら、<laughs> 褒めてほしそうな顔するんですよ、そういう時。 なんかわかんないんですよねって言って、絶対褒めるしかないような感じで持ってきますね。<laughs> でもそこまで客観視できちゃうと、はい、今は俺の褒めてくれにこうして無理にその人褒めてんじゃねえかみたいになるでしょも、ねはい、でもそれでもいいから欲しい時が、あの、薬として、痛み止めとして。<laughs> <laughs> もうかなり効かなくなっちゃってんだけれども、はい、それでもっていう感じにで。それでも飲まし,飲ましてほしいっていう。今まで自分で、これすげえ自信あったけど、 うんと、例えばこう、シのノミネートとかされてねえなってもあるでしょあります、はい。じ、事前で一番好きな、あ、じゃあ、僕それ絶対読みますんで、はい、あのー、なんか芥川賞取っちゃったら、えっと、それ取ったから読んだんでしょって言われるの嫌だから、はい、今までの自分の書いた本の中で一番自信がある、 やつなんですかあ、でも、今の、そうですね、候補になってる、面影という作品です、ね。あ、やっぱそうなん。はい。それがベストでなってんだ。そうですね。そうなると、俺、20日までに読まないと、読まないと、俺これ受賞すると思ってたぜ、みたいな空気出せないから、<laughs> はい。ってからだと、あ、賞取ったやつ買う派なのねって言われるのもちょっと悔しいから。CG さん、そういうの気にされますかその、実際、その、作品で、これが、話題になってるから、 読んだり、見たりするっていう。めちゃめちゃ気にするんあの逆にみたいなやつ。今、アマちゃん見てるんです、それと一緒で、なんか、アマちゃんが流行った時にちょっと乗り遅れたんですよ。ちょっと乗り遅れた時に、なんか悔しくて、追っかけてきたなって言われるので、誰も被害もそれ、誰も言わないのに見なかった付けがい何なんでしょうね、その気になってしまう。僕、結構映画のコメントを書かせていただいたりするんですけど、書いて、その時めちゃくちゃ面白いと思って、 最高だって書いた後に、ちょっとヒットすると、なんかコメントの内容を変えたくなるというか、<laughs> <laughs> こんなにヒットするっていうま。まして同じようなこと、この今書いたやつは素直な気持ちなのに、はい、同じようなことをみんなが言い始めちゃうと、うね、なんかちょっと嫌になりますよね。ねなんかその 時間差で、大田、はい、さんすごいあの作品って言われてましたよねって言われたときに、ああ、でもまあそんなにって言っちゃうんですよね。<laughs> 最悪だなと思っても。<laughs> そうなんですよ。だからもう前、前にも、んとある人に言われたんですけど、はい、メジャーなものが嫌いっていうね、その、はい、えっと、メジャーなものに流されてるっていうのはね、とてもかっこ悪いことだって、思ってること自体が流されてるんだよって。<ー>そ,そのメジャーだから嫌だっていうことは、 僕の意見じゃないじゃないですか、はい、もはや。って言われ、ずいぶん前に言われて気にはしてるんですけど、うん、なんかどっかちょっと引っかかって、はい、なんか、あの、ちょっと痛いとかありますね。ありますよね。本当直したいんですけど、もういい加減、僕36歳なんですけど、はい、そろそろ、 そういうのなくなってほしいなと思ってますね。なくならないですよ、ね。なくならないですね。で、なくならないのに、それ、その、そう言ってることは分かっちゃうじゃないですか。はい。俺はこれメジャーっていうことに対して抵抗してるなっていうことも気づかないうちは楽だったんだけど。はい。そこだけは気づいちゃうから。気づきますよね。すごいこうずっとなんか、何していいのか分かんなくなります、ね。はい、えー。な、んなんでしょう、本当に。なんかこの、ある一定を超えた時に、溢れた時にダメになるっていう。なんですかね。はい。あとどうしてもお会いして聞きたかったのは、はい あの TBS ラジオのアクション。はい。終わっちゃったじゃないですか。終わっちゃいましたね。自分としてはどうでしたいや、まあ悲しい。本当なんかスタッフさんに会えなくなるっていうのが悲しいですね。うん、でも、その、今回もこの、伊集院さんとお話しさせていただくときに、あの TBS ラジオ、 アクションが終わった、尾崎世界観がゲストかってすごいツイッターとかにも書かれてるの見て、そんなにでもこう足湯ぐらいしか入ってないイメージだったんですよ。まだ全然疲れてないのに、終わっちゃったねってすごい言われるから、こっちとしては服も脱いでないんだけどなっていうのがありましたね。あいや、僕はなんか、えっと、あそこの枠は TBS ラジオが少し時間をかけて、将来、はいはい、あの、 もっとでかい、もっとさらに大きい番組をやってもらうパーソナリティを探すためのメンツだって聞いてたから、はい、早っ早いですよね。と思って、はい、TBS ラジオそういうとこあるんですよ。ああ、そうですか。TBS 全体がそういうとこあるんですよ。えー、俺、いいともの裏番組3ヶ月で打ち切りになったんですけれども、あ,<ー>あの、じっくり育てるっつってたんですけど、<laughs> 言われてたんですけど。<laughs> でも、そう、あの、お話いただいたときに、結構長く、あの、 ま、粘ってくれるっていうのを聞いてたんですよ。はい。そう言ったでしょそんなすぐなんてことはないんですから、つって、言いますでしょ僕若干その、直前まで JWAV で番組やってて、はい。ちょっと半分出きみたいになったんですよ、それで。あの、JWAV から移動して。そうですよ今これ言った時点でまたやばくなってると思うんですけど、別に、別にいいやと思って言ってますから。いやいや、絶対ありますよ、絶対。もう帰る場所なくなってきてるのに、うん。家がなくなったっていうので、はい。そうなんですよ。 いや、だけど、なんか僕からしてみたら、その来ていただけるのかどうかみたいなのはすげえあると思って、はいはい、僕も有楽町を、はい、出きつってますけど、僕二度と出るかっつって出てきちゃったんで、んその時に有楽町が呼ばれても全然出なかったから、はい、そうやって考えたら TBS 呼んでも来てくれないんじゃないか、ないか感とかすごいありましたよ。<laughs> 全然もうあの、出していただきたいです、いつでも。いやいや、でも本当になんか、 あそこ、アクションって枠自体がめちゃめちゃもったいなくて。そうですよね。でもこれも難しいのは。はい。そういうことを言ってると、アクションの後やってる人に何の恨みもないんで<あ>俺なんかからしてみたら、はい、そこはまた別の話なんですけど。それで言うとあ、あの、お聞きしたかったのが、セブンルールの話ですね。はいはいはい。その伊集院さんが、<お>あの、ラジオで話されてるの聞いて、いやもう終わったと思ってもう、その後僕が決まってたので。はい。もうこれ、ダメだそ。その時アクションもやりながらだったので、 伊集院さんに嫌われたらどううしようってすごい不安でした、ね、いや、それが、はい、セブンルールっていうテレビ番組が僕はすごいハマって、はいはい、で、それは、あの、オードリーの若林君の司会ぶりがとてもかっこよかった。はい、とてもかっこよくて、はい、こういう,こう、全然後輩だけども、こういう司会ができるようになりたいと思うぐらいすごくて、はい で、その若林くんがメンバー交代になっちゃったんですよね。そで,、ね、でその入れ替わりのところにメンバー何人か変わるんですけど、はい、あの、尾崎さんが入ってきたんですよね。はい、だから、そういう意味では子供じゃないので、ももはや、後の人が嫌いになるみたいなことは、<laughs> 自分の番組の後は、あ、あるんですか自分の番組の後の人は、はい、あの、視聴率落ちろって思うます <laughs> やっぱりだって、俺がすごいんだと思われたいじゃないですか。はいはい、なんか、あいつ大したことないと思ってたけど、切ったら視聴率落ちたなっていうのは、 あの、自分の番組だけ思いますかね。すごい、その、ニュースを何回も見てました。これ大丈夫かないいやいやいや,いや <laughs>。いろんなところで言うと影響力ありますね。なんかね、<laughs> あの、俺がっていうんじゃなくて、世の中で喋るっていう。ニュースにしううす,、ね、するのが良くないですよね。そういう、なんか大げさに感じてしまうので。であ、それこそね、文章を書,書く、はい、それから、その、歌も歌うっていう人からすると、はい、う,うーんと、 歌う言葉、でラジオもやるじゃないですか。はい、話し言葉、文章の言葉って違いますよね。あ、そうですね。そこは違いますね。なんかそのネットニュースみたいなのも怖いところは嘘じゃないんです。はい、確かにそう言ってるんだけれども、はい、全然違うんですけど。あと喋ってない時の間とかでも伝えてるじゃないですか。はいはい、言葉だけを切り取られると、そういう間とか、はい まあ、抑揚もそうですけど、うん。テンションとかそうですよね。はい。あれ怖いですよね。そうなんですよ。で私、あの、ごめんなさい。小説読,読ませていただいて、はい、今回。で、その、歌を聴くよりも小説を読んでる方が、尾崎世界観さんの脳の中がなんかこう、見えるような感じがして、ちょっと恥ずかしいぐらいなんですよ、のちが。<ー>だから、小説の方がなんかこう、よりその五感がなんかこう、伝わってくる感じが。ああ、そうです。しました。だから、言葉選びももちろん違うとは思うんですけど。 話しると思ってもらう。何が違います何でしょうね。でも、やっぱりもう全部説明しなければいけないので、歌詞の場合は、もうリズムとメロディーが、音があるので、だいぶ保管してもらえるなというのがあって、やっぱり小説だともう1から10まで全部言わないと、ダメなところがありますね。で、逆に小説書いちゃうと存在しちゃうじゃないですか。はい、なん、なんていうんですかね。書かないと存在しないから、書かざるを得ないんだけど、はいうん、書いたってことは、お、存在したなってバレるじゃないですか。 えっと、<ー>ここを、この今、ラジオ局の中に、目の前にティッシュがあります。はい、僕の今喋ってるところにティッシュありますって書くと、はい、書いたっていうことは、存在させたなっていうのかなと。あなかこ,このティッシュって何をかを意味してるよね、はい、みたいなことになるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。確かにその、うん、音楽の場合は書かないということで成立することも結構多いんですよね。はいはいはい 確かに小説はもう書かなきゃ、それまでっていう。のがありますよね。はいはい、でも、もラジオもそうじゃないですか。喋ると存在するじゃないですか。はいはい、かなんか、絶対、なんでそんなこと言ったのって、後で聞いてくるのその言葉は、みたいなのに。ああ、そうですね。確かにそこ、でもそこが好きなんだと思いますね。もう、存在させるしかないということが。はい、自分の言葉だけでそうなるっていう。はいはい、音楽の場合は、 結構このラッキーな部分が多いというか、うそんなに言えてないんだけど、そんな感動してくれるかって思ってしまうところもあるんですよ。なるほど。はい、なるほど。その人の持ってる何かでと共鳴して、はい、それこそ勝手に共鳴して、でかくなったりとかするっていうことの。はいでもあの 窓の外見ながら音楽聴いてて、より感動したりすることあるじゃないですか。この車の中で風景見ながら。はいはい、小説は絶対それないじゃないですか。はい、目離したら入ってこないので。なるほど。そこが大きな違いだなと思いますね。<ー>たまにリンクするときありますよね。そうですよね、はいそれ。すごいラッキーなことじゃないですか。その作り手としては。はいはい、なんか、リンクしても、させてもらってるっていう。そこのちょっとズルしてる感じというか、そこは気になって。 ってたんですよね、ずっと。つる <laughs> も何も二刀流だからいいじゃないですか。<ー>ね、歌は歌でそういう作り方をして、はいはい、小説は小説そういう作り方をして。どっちもやってっていうのが今のところは理想ですね。もしかしたら長い時間喋るラジオのフリートークってその中間ぐらいありますか、はい、音声情報な上に言わなきゃ存在しなくて、はい、で結構そのに15分も喋らせてもらうと、はい、結構いろんな細かいとこい,いけるじゃないですかそです、ねで。そういう意味じゃなんか 三刀流の人だっていう感じが。ああ、なるほど。三刀流の三つ目を TBS ラジオは切りましたけどね、割と早めにね。でも、フリートークで、アクションでもオープニング10分ぐらいあったんですけど、毎回その言えなかったことがすごい残りますね。ああ、好きよ。これが言えなかったんで、風呂入ってる時とかに、うわ、あれ言わなきゃダメじゃんと思って。それ不思議なもんで、5秒前までそれをメインに喋ろうと思ってたのに、他が膨らんで、 あ一番大事なところ、はい、言えてないはすごいありますよね。何満腹になってんだよと思って、その,その時の自分に挟むというか。で、それがずっと長く続いてると、はい、この間これ言おうとしたんだけど、言えない日があってさ、っていうフリートークできるじゃないですか。<ー>それを TBS ラジオは切りましたからね。ね一回 CM を遊びたいと思います。伊集院光るとラジオと、尾崎世界観と、面影と、 改めまして、今朝はゲストに、ロックバンド、クリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。お願いします。ちょっと CM の間、野球話で盛り上がってます。はい。ヤクルトファン。ヤクルトファンです。きっかけは父親がファンだったので、92年からずっと見てましたね。その、ちょうど強くなったところだったんですよ。<ー>誰とかの頃それこそ古田高津とかの頃ですそうですね。僕、飯田選手が好きだったんですよ。すっげえわかります。すごく好きで。<ー> 東京ドームのあのフェンスよじ登るのすごい好きでした。取れないのに。選手最初キャッチャーで来て。はい。で、その飯田選手が外野になった理由っていうのを聞いたことあります。ないです。野村克也さんに聞いたんですけど、はい、えっと、その時ジョニー・レイっていう外野手を取,、はい、取ったじゃないですか。それが、なぜか、えっと、スカウトが持ってきた VTR が全部外野手だったから、<ー>こいつ外野手なんだって思って外野で取ったんですはい。はい、そしたら、 来たら俺外野守れねえよって言い出して。えー、で、飯田はセカンドにしようと思ったショートにしようと思ってたんだけど、はい、内野しか守れないって言い出して、それでじゃあしょうがないからお前希望だから外野やれってなって。それであそこ、あんな活躍してです、ね、でずれて、それでその日本一のそれこそセンターになったって,って。そうですよね。すごい話だなと思いながらね。ねえー、ヤクルトでも今年強そうじゃないですか。今年期待してますね。ドラフト1位もいいピッチャー入ってるし、はい、あとその内川っていうソフトバンクの選手が、はい、絶対いじみせると思うんですよね。 ヤクルトのそういうの多いですよね。その、ここで活躍したら意地が見せられるぞっていう選手を、ちょうどいいタイミングで、はい、そうですね。はい。小早川選手って広島の中心選手がもういらないって言われて、ああねはい、ヤクルトが拾うんだけど、開幕戦のジャイアンツ戦からホームラン1試合3本斎、はい、藤正樹さんから打ったんですよね、3本。さあ、こんな話をしてると。<laughs> 肝心なお知らせができなくなりますので、<laughs> はい、え荒、ー、井ちゃんから、えー、最新小説のお話を。はい、尾崎世界観さんの最新小説で、芥川賞の候補作にも、芥川賞の候補作にも選ばれている、面影が1月29日金曜日に発売されます。デビュー作の反時点的小説、ユースケから一転。今作面影は、小学校低学年の少女の視点から見た世界を描いた作品です。 文芸誌新潮への掲載直後からその文学性が SNS や文芸辞表などで話題を呼び、芥川賞の候補作に選出されました。電子書籍でも発売されますので、ぜひお買い求めください。紙と電子書籍どっちがいいですか<あ>リクエストした方で。紙,紙ですね。紙で読みます。はい、あ紙で読みます。読みます、読みます。僕、約束したら絶対守りますんで。お願いします、えー。うわ、でもせっかくならと取れるといいですね。そうですね。うん、取りたいですね。 なんか、どう、なんて言っていいかわからない。やっぱり、取りたいですって、今言っちゃいましたけど、どうなんでしょうね。調子乗ってると思われるのか。ただ楽しいだけなんですけど、もう今この候補の期間が、本当に幸せで。うん、でも,も<う>本当どっちでもいいです。その候補が凄す,すぎるから、はい、別に候補で終わっちゃえば、次取る、取った時にまたでかいだってなってくるしあ。そうですね。何回もな、なれますからね。そうでね。川署の候補って。ねえ、はい。俺取っちゃってほしいのは、はい 俺は、その、人言なのに取っちゃってほしいのは、えっ、ー、と、何を逃がしたのかっていう。そうです、ねえー、この曲は何を逃がしたのかっていうこと、ね。あの、より染み渡るのは取っちゃうことだと、ね、うん、そ,そうですね。そこでじゃあもう本当、ほんと。 思い知らすし、やりたいっすね。そうそう,、はい、そういうことです。<laughs> ねえー、このコメント、俺に何の得もないよね。ここにいるわけだし、ずっとね、えー。ということで、20日の水曜日にマークタガー賞は結果が出ますということですが。うん、最後です。えっと、仕事でもプライベートでもいいんですが、はい、夢や野望を皆さんに。そうですね。あの、レギュラー番組が欲しいです。本当ですね。はい、本当ですね。いや、絶対そう思うんだよな。<laughs> やっぱり、あの、アクションも、そこに向けて、うん、2>, 2時間、 二時間の生放送なんです。ただ二時間なんですけど、かなり中心にあったんですよね。なんか嫌なことあっても、あ、これアクションで話そうとか。すごいわかる。はい。本当ですよね。ラジオ一本持ってることの喜びは。そうですダメなことがなくなるじゃないですか。はい。もうダメなこと、こ,とこそいいことだから。そうなんですよ。はい、いいことはいいことだし、はい、ダメなこともいいことだから。そうですね。それで無敵になれるじゃないですか。はい、すごいわかります。 なんか、お話ししてて、本当に初めてなんですけど、はい、勝手に、あの、シンパシーを今感じて、あのー、えー、面影の、感想を送りつけますので。はい、あ,ありがとうございます。はい <laughs>、えー。しお願いします、えー。今日のゲストです。えー、小崎世界観さん、ありがとうございました。ありがとうございました。